二重課税とは、一般的に一つの課税原因に関して、同種の租税が2回以上課される状態を言う。単に2種類の課税がなされているだけでは二重課税と、みなさないと答申がされており、同種の租税がされている定義通りの二重課税で、あっても対処については、立法政策上の問題であり、そのことをもって、直ちに違法とならないとの判例になっている。 工学上は二重課税を分類し、同一の納税者に対して複数回課税を行うことを法律的二重課税というのに対し、同一の課税物件に対して複数回課税を行うことを経済的二重課税という場合もある。二分類シュールが、いずれにしても二重課税の状態を放置すると、場合によっては、単税力を超過する税負担を生じることもあり、 取引を行う者の,の利益が著しく損なわれるために経済発展の阻害要因となる。このため様々な方法によりその排除が試みられている。国内的二重課税と国際的二重課税を比較すると一般的に排除が困難なのは後者の国際的二重課税とされている。これは後者では課税原因が 複数の国家の課税管轄権の下で生じることとなり、国家にとっては課税権は最も基本的な主権であることから他国と容易に妥協を行うことが極めて難しいからと説明できる。しかしながら近代に入り国際連盟や国際連合、さらには OECD などにおいて統一的な租税条約モデル作りなどの排除ルールを作成する努力が重ねられてきた。 所得税と法人税法人の配当は法人税課税済みの利益から支払われることから配当を受領する個人株主の段階で再び所得税を課すと法人税と所得税との二重課税が生じうる。これの排除については理論的には次のように様々な方法が提案されまた世界各国でも採用されているがあまり複雑なものは聖地であっても 実務的に耐えられず、去りとて勘弁すぎれば、部分的な排除しかできないといったジレンマも指摘されている。相続税と所得税平成20年に訴訟が開始された所得税厚生処分取り消し請求事件について、平成22年7月6日、最高裁判所第3章法定判決において、被相続人の死亡生命保険金を相続人が年金払いで受け取る際、 相続税と所得税が二重に課税されているとして、所得税の課税を取り消すとの判決を行った。これは最高裁判所で二重課税が明確に認められた、けなケースであり、今後の影響が議論されている。消費税と物品税など酒やタバコ、ガソリンには、酒税やタバコ税、ガソリン税といった物品税がそれぞれかけられている。 それらの税額を含んだ小売価格に対して消費税が課されているため二重課税となる。また、法人税、固定資産税、関税などが商品やサービスの費用として含まれるため、その部分に関しては二重課税となる。消費税自身については受け取ったものと払ったもので、総裁されたものが納付されるため多重課税にはならない。居住地国と居住地国国家は、 一般的に自国の居住者に対しては、俗人主義的な立場から全世界所得課税を行う国が多い。したがって、居住者の定義は国家の課税権の及ぶ範囲を決定する上で重要な概念の一つとされる。この居住者の定義が全世界共通であれば、各国の租税法が適正に執行される限りにおいて、課税権が重複する問題は生じないはずであるが、 現実的には国家はその成立に至る歴史や法体系が異なることから居住者について国内法上異なった定義を置いている。このことからある国家とその他の国家とで二重に居住者とされてしまい一つの所得にもかかわらず重複して課税を受けることがある。例えば日本では本店または主たる所在地のある国を法人の居住地国として取り扱っているが イギリスの国内法では法人を管理支配する場所が居住地国であるとされている。従って日本で登記された法人の取締役会がイギリスで開催され実質的にイギリスで管理支配されているとした場合その法人は日本法人、イギリス法人のどちらなのかといった問題が生じうる。これについては 租税条約締結国同士であれば、居住者の一般的なルールを定めるほか、解釈に争いのある場合には、お互いに協議を行って居住性を判断することにより二重課税を排除する道が開かれている。厳選地国と厳選地国また国家は、自国の居住者以外のものに対しても、自国の領土やインフラなどを使用し所得を獲得したので、 あれば、属地主義的な立場から課税権を行使することが一般的であり、これは、源泉地国課税などと呼ばれる。居住地国と、源泉地国例えば、ある国の居住者が他の国に支店などを設けて、営業活動を行う場合、前述の、全世界所得課税の考え方と、源泉地国課税の考え方の定職により二重課税が、承住る。また、利子。 回答や使用料といった一定の所得については、租税条約において、あらかじめ居住地国と厳選地国との課税権の配分方法や税率の制限などを定めており、前述の二つの方式と組み合わせにより排除を狙っている。参考例に、昭和38年税制調査回答審では、年金受給権の相続税と所得税の二重課税問題について、 一般に、資産を相続した際、相続税が課され、さらに相続人がその資産を譲渡すれば、非相続人の取得価格をもととして、所得税が課税されることと同じ問題であって、所得税と相続税とは別個の体系の税目であることから、両者間の二重課税の問題はないものと考える。と答申しており、理論的には、二重課税ではないとなっている。つまり、 一つの事柄に、単に二種の課税がなされているだけでは二重課税とは、言わない。相続税と、所得税の二重課税について相続税と、上都所得における二重課税を中心として、論争税務大学校、国税庁、www.nta.go.jp、2021年10月20日閲覧。最高裁判例集富士通総研相続税と、 所得税の二重課税が与える波紋、磯山智之。消費税が定着した今、主税を別途課税する必然性はあるか消費税率引上げを機に考えたい税制のあるべき姿。現代ビジネス。2018年3月14日閲覧。世の中にこんなにある二重課税への疑問がソリン、酒、タバコ税へ、さらに消費税を。 加算投与経済オンライン2018年5月19日、約98%が自動車にかかる税金を負担と感じている。2018年度税制改正に関する要望書を取りまとめました。日本自動車連盟。 h t t p s p r t i m e s j p m a i n h t m l r d p 0 0 0 0 0 5 2 5 0 0 0 0 3 1 2 8 html2018 年3月14日閲覧ゴルフ場利用税廃止を協会県に要望書を提出。佐賀新聞。 http://www.saga-s.co.jp:/articles://980982018 年3月14日閲覧。ありがとうございます。